エイドリアーナリンは、アメリカ合衆国出身のポルノ女優よび、アダルトモデル。いわゆるポルノスターであり、その名をもじったアドレナリンという衣装をしばしば用いる。テキサス州ダラスの郊外に位置するアレンという裕福な町に生を受け、その幼少期には、JC ペニーのカタログで、モデル業を行うなどした。やがて全学支給の奨学金を得て、ダラスの南メソジスト大学に進み、 美術の学位を取得。ポルノ業界に足を踏み入れることになったのは22歳、頃、2007年のことであった。デジタルプレイグラウンドというポルノ制作スタジオと契約した上で、それから2008年までに15本のポルノ映画に出演。2009年には主演級で出演したシアリーダーズという作品がアベンアワードという名高いアダルト映画専門賞の一部門。 ベストオールガールグループ、セックスシーンにて最高賞を獲得。いつしかポルノと並行してヌードモデルの活動を行うようにもなった。趣味の一として、プロレスの観戦、特にハードコア系のプロレスの観戦を好み、ニックモンドの試合を見てからというものコンバットゾーン。レスリングの熱心なファン。自身の好みの男性として、ハードコアジョックス、クリス・キャッシュ、伊藤隆二、 ダニー・ハボック、CM ・パンクなどといったプロレスラーらの名前を幾度も挙げてきた。2006年には CM ・パンクを見るためにニューヨークでのリング・オブ・オーナーの記念興行に駆けつけ、法要を行った後に無断で花束を贈呈。2008年には伊藤隆二を見るために岩イ,イーストコーストのマスターズ・オブ・ペインという大会の会場に駆けつけた上、それからすぐ後に フィラデルフィアの地に催された力の大会の場にも、駆けつけ、共に来ていた、ストーヤに続き、監修のどさ作さに紛れて、伊藤の唇にキスをししたを入れた。免許手とくずみの堀氏、ボディピアス師でもあり、自身の体にも、多量のタトゥーとピアスを至るところに施している。その一つとして、肛門の直近外周には、炎上に一周して、ジャレット、エスリトルファックドールの文言を、 青文字で入れ墨している。腕には自身の愛称、アドレナリンの文字を彫ってもいる。この愛称は18歳の頃からのものであるという。ありがとうございます。